5月2日バサジー大分練習場フルゴーフットサルコート、連日ハードな練習をこなす選手たち。今回バンバンバサジーテレビでは新加入選手をご紹介します。まずはこの選手、昨シーズンアグレミーナ浜松でプレーし18試合で9ゴールという結果を残した石野純選手です。まずは今シーズンの目標を伺ってみました。できるだけたくさんゴールに絡むというのを目標にしてやっていこうと思います。みんなとてもこう仲が良くて雰囲気いいなというのが印象ですかね。プレーに対してはみんなこう速くて上手いっていうのは印象で持ちました。自分得意のプレーはドリブルなので、まあ、スピードに乗ったドリブルでチャンスを作っていきたいなと思ってます。みんなで、いいゲームをというか面白いゲームを作っていこうということで頑張ってきますので応援の方よろしくお願いします。続いては府中アスレティック FC から移籍のこの選手、2009年には日本代表としても招集された村山隆三選手です。そうですね、1試合でも多くピッチに立って勝利に貢献することです。おとなしいっていうのと、まあ、ちっちゃい選手が多いなって感じました。まあ、体格を生かしたセービングとコーチングだと思ってます。そうですね、まずは応援をしてもらえるように、まあ普段から、努力してピッチで結果を出してからまずは応援してもらおうなっていうのは思ってます。はい。引き続き新加入選手をご紹介します。ぜひご覧ください。